交渉費の拓本、九州編は、前巻末の私有の策と伝えられる、漢字学習書。単に、九州、あるいは、九州省とも呼ぶ。九州編は、前巻の元見門の漢岸であった、私有の策とされ、九州紀模予習位で始まるために、九州編と呼ばれる。漢字を韻を踏むように並べて学習しやすいようにした、もので、漢から等に至るまで、広く使われたが、 学習書として戦時文百科生、三次教などが使われるようになると、九州編は衰えた。九州編は、焦燥の手本として使われ、党の調布ところ、初段では、私有を、焦燥の祖としている。先行する同様の書に、死中編、総決編などがあったが、いずれも現存していない。九州編は完全な形で残っている最古の漢字学習書である。 九州編には多くの注釈が付けられたが、カオシーニシエによるものが現存するほかは滅んだ。南宋の大王林は、カオシーニシエのものに、さらに補充を加えた。現行の九州編は34章に分けられており、32章までの各章は63字、33章と34章は64字で、全部で2144字からなる。四個前書総目定には、 文字が重複していないとあるが、これは誤りであり、例えば、掃除は10回出てくる。一区は7時、4時、3時のいずれかよりなる。解題の後、7章までは人名を羅列し、それ以降は関係した字をまとめている。大王林によると、最後の2章128字は後に追加されたものであり、また、交渉の石踏みには、第7章がなかったという。 三国時代の暮れの書家である交渉の書に由来すると、言われる、焦燥で書かれた、九州省の石刻が現存する。これは、明の政党4年に刻されたもので、北曹の戦和2年に、養母徳が刻んだ石から取った拓本と、元の市政20年の総括による模本をもとに、刻まれた。会書と焦燥を左右に並べて記している。九州編の文句、分別部位、ふざつは、 説問会事上に引用されている。九州編の名を付けた書物も多く編纂された。ありがとうございます。